はい、こんにちは、竹下敦です。今日はね、音楽の話をしましょう。世の中には2種類の音楽しかない。いい音楽とそうでない音楽とだ。これはね、デューク・エリントンというジャズプレイヤーの方ですねがおっしゃってる言葉なんですが、これね、原文で言うと There are simply two kinds of music, good music and others。 これはね、違う風に訳されていることが多々あるんですよ。いい音楽と悪い音楽だ。そういう言い方ではなく、いい音楽とそうではない音楽っていうね、この言い方がちょっと洒落てますよね。And others っていう言い方ですよね。 And others、 悪いとは言ってないんですが、良くはないと。で、その発言をされた時は1962年で、ジョン・コールトレーンとかね、オーミット・コールは、まあそういった人たちがね、まあコールトレーンの音楽とかっていうのは結構当時は前衛的だったと思うんですよ。で、そんな中ね、デューク・エリントンさんに、まあ、今の音楽に対してどう思うって聞かれたわけですね。まあその当時だと、まあ、前衛的なジャズ、いわゆるコルトレーンのジャズみたいなものと、あと、まあ、電子的な音が入ったロックみたいなものが入り混じってた、そういった時代ですよね。で、今僕はね、メインで、まあクラシックギターがメインなんですが、かといって今のね、すごく若者に人気な、YOASOBI さんとか聞いて、それはいい音楽だと思います。とても今の時代にマッチしてると思いますし、いい音楽だと思います。好きか嫌いかと言われると、これは正直言って難しいですね。今聞いて僕は全く不快感はないです。やはり心地いいなと思いますし、すごくね、音のレンジが狭い中で、全てのレコーディングが完結していて、いわゆる iPhone からね、Bluetooth でのちっちゃいヘッドホンで聞いた時にもういい音がに聞こえる、すごくいいね、ミックスダウンをされていると思います。僕らが若い頃というのはやはり音楽を聴く時はね、結構大きいヘッドホンだったり大きいスピーカーだったりだったんで、いかに音のダイナミックレンジを広くね、そして音の広域から低域までいかに広くいっぱいいっぱいまで使うかっていうことを考えたんですけど、今そういう音楽の聴き方じゃないんですよね。ステレオ感すら求められていない、まあ、そういう時代の中でどういう音楽をじゃあ自分が作っていくかというと、今の音楽を追いかけていたんじゃそれは間に合わないわけです。今聞いて、ちょっとこれは聞いたことがないなとか、昔聞いたことあるような気がするけど思い出せないとかね、いろんな音楽をたどっていくと、
やはりその今クラシックと言われている音楽は実のところあまり古くないんですよ、モーツァルトとかね、もっと古い音楽っていうのがたくさんあって、やはり元をたどっていくとスペイン民謡とかね、そういったあの古い民謡になっていくわけですね。でアメリカの音楽というのは基本的にあの、まあ、ビルボードのヒットチャートっていうのは、まあ、昔でいうオリコンのように一応世の中の流れをあの指し示してはいるんですが、じゃあそれが本当の意味で世界的にヒットしてるかっていうとこれまた違うんですよね。今ヨーロッパなんかでは山下達郎さんの音楽がね、ジャパニーズファンクと言われてもうこれ大変人気なんですよね。あの実際に好きな人が多いわけですよ。で山下達郎さんは最近の音楽かっていうとそうではないですよね。もう相当に古いわけですよ。でもその人のルーツをたどっていくとあのアメリカに戻ってみたり、あの細野晴臣もある春臣さんのね、ハッピーエンドとか、ああいった時代の音楽を聴くと、よくこの時代にこれだけの設備でね、これだけのレコーディングをされたなと思って、本当にね、あのびっくりします。で、あのすごく僕はね、ラヴェルっていう、音楽家が好きなんですが、このこちらのアルバムがすごく面白くって、ラヴェルさんが、まあ、モーリス・ラヴェルという人なんですけど、作った本人が指揮をしている、ラヴェルのボレロがありまして、これを聞いてみると意外につまんないんですよ不思議とね、作った人の指揮したラヴェルのボレロは意外とつまらない。で、僕は、ドイツのシュツットガルト放送交響楽団という、楽団がありまして、日本で行われた公演なんですが、ジャンルイチ・ジェルメッティというね、指揮者の方がいまして、それを日本でやったジャンルイチ・ジェルメッティ指揮のドイツ・シュツットガルト放送交響楽団のボレロがね一番好きなんですよ。で当時ね、NHK でその放送が流れるってビデオに撮ったんです。で本当にね、指揮者っていうのは一体何をする人なのか、でどれだけね指揮者っていうものは重圧を抱えて指揮棒を振っているのか、それはね、初めて知りました。で、その後ね、毎日毎日聞いてたんですけど、ある日、まあ、見てね、聞こうと思ったら、カチャってビデオ入れたら、お昼のワイドショーかなんか入ったんですよ。で、ショックでね、母親に、こんなことになっちゃったけど、どうしたのって聞いたら、そこにカセットテープあったから、まあ、ビデオテープがあったからね、録画しちゃったって言われて、まあもうそんなに子供じゃなかったんでねそれでも結構母親のこと責めたかなごめんねお母さんでもね、二度と聞けることはないだろうなと思ってたんですが、数年前かな、何年前だったかちょっと覚えてないんですけど、ニコニコ動画というね、2チャンネルのひろゆきさんが最初に始めたのかちょっと詳しくないんでわかんないですけど、ニコニコ動画を見ていたら、そのドイツのシュツットガルト放送交響楽団のボレロを見つけたんですよ。でうわー、これは母親からのプレゼントだなと思ってね、しばらく聞いてたんですが、
なんか見られなくなっちゃったんですね、ニコニコ動画で。それからね、しばらくして、たまたま YouTube を見てたら、多分イタリア人の人のチャンネルだと思うんですけど、そこでドイツのシュツットガルト放送交響楽団のボレロを聴くことができまして、友人にね、ボレロってとてもいい曲があるんで、ぜひ聴いてみてくれないっていう話をしたら、まあ、その彼もね、1日のうちに5つのボレロを聴き比べてみたんだそうです。で、まあこういうのっていうのはね、感性の問題でね、僕はそのラベルのボレロっていうものに対してすごくこだわりがあって、まあ、大体5分、ごめんなさい、15分30秒ぐらいの曲なんですけど、その彼もね、ドイツのシュツットガルト放送交響楽団のボレロが一番いいと、そう言ってくれました、そういうのは本当に嬉しいですね。まあ感性が合うんでしょうね、どっかでね。まあ今日お話ししたね、もうなんだかぐちゃぐちゃになっちゃったけど、まあ要するに音楽にはね、2種類の音楽しかない。いい音楽とそうでない音楽とだ。この言い方かっこいいじゃないですか。こんなことをね、まあ、さらっと言えるような人になりたいですね。まだまだ自分はね、でも嫌いな音楽っていうのはないかな。まあ、あまり興味を持てない音楽っていうのは正直言ってあります、それは。でもやはり大ヒットした曲のほとんどは、僕が聴いても、いいなと思える音楽です。ただそのお金を使ってね、ちょっと無理やりヒットチャートの上の方に持ってきた音楽っていうのはやはり自然淘汰されていくものだと思います。まあいいものは残っていくし、そうでないものは消え去っていく。音楽の世界ってのはね、とても厳しいと思います。そんな中でね、デューク・エリントンさんも、世の中には2種類の音楽しかない、いい音楽とそうでない音楽とだ、これをたくさんの人が引用してね、僕も引用してるわけですけど、すごくね、音楽の楽しみ方のとしてすごくいい見方だと思います。皆さんぜひね、何かのジャンルにこだわるのではなく、広く音楽を聴いてみてください。またちょっとね、音楽の楽しみ方が変わってくるんじゃないかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time です。